カールス・スプラッツ駅は、オーストリア、ウィーンの都心の南部にある駅である。ウィーン地下鉄1号線、ウィーン地下鉄2号線、ウィーン地下鉄4号線、ウィーン地方鉄道等が停車する。カールス・スプラッツのシュタットバーン時代の旧駅舎かつて、ウィーン地下鉄4号線の前身である、シュタットバーンに用いられていたカールス・スプラッツ旧駅舎は、アール・ヌーボー様式の建築の代表例として、著名である。 これらの建築は当時流行したウィーン分離派に含まれる。この駅舎を建設したのはオット・ワーグナー、ヨゼフ・マリア・オルブリッヒであり、当時建設された19世紀末としては世界で一番近代的な都市の一つとされていたウィーンにおいて最も近代的な建築とされた。旧駅舎は1899年の開業であるが、シュタットバーンが1981年。 ウィーン地下鉄4号線に転換された時、使われなくなり撤去される予定であった。しかし存続を要求する人々の声があり、旧駅舎は残ることになった。そして改築を経て、ウィーン美術館の展示空間の一部及びカフェとして引き続き活用されている。ありがとうございます。